はい、こんにちは。はい、こんにちは、こんばんは。コスモコンシューズ、ギャラクシーです。本日はね、そうですね、アルカラス対ジョコビッチ。全数予想をしていただきます。準決勝、本日ですね、行われますと。まずね、復習ですけど、マドリードでね、2022年、アルカラス勝ってるんですよね。6-7、7-5、7-6ということで、大接戦で勝ってます。はい。勝ってるという状況になってますということですね。でまあ、2人とも今ね、そう2回目の戦いですかね、今回ね、公式戦ではなると思います。さあ、全仏の、大会でどうなるかですね、予想していきたいと思います。まあ、今、勢いあるのはアルカラス選手ですよね、まだ若いですしね、そしてジョコビッチ、イブシギンの強さですね、まあ、世界最高、歴史史上最高のプレイヤーという、もう位置づけですね、こう優勝したらなっていくと思います、ナダルを抜いていくという。まあ、まさに、歴史的な一戦ですよね。ここで取れば、まあ、多分ジョコビッチ全仏いけると思うんですけどね。アルカラスとしては、そうですね、ここで止めることによってね、新たな歴史の扉を開くというところですね。さながら、そうですね、明治維新の坂本龍馬のような感じですかね。新たな、歴史の扉を開けるかどうかというところですね。ポイント。見どころはですね、そうですね、アルカラスはこのアドサイドのサーブが得意ですよね。ここからアドサイド、ここですよね。ワイド、ここ、キックサーブ。追い出しておいて、決めるっていうのが一つのパターンですよね、アルカラスのパターンです。前出たりね、だいたいストレート流したりとかいうパターンですね。で、対するジョコビッチは、このアドサイドはですね、まあ、センターのサーブ得意ですよね、ファーストが特に。結構面白いですね。アルカラスはあまりセンター得意じゃないと思いますね、見てると。あんまり打たないですよね。こっちがメインですよね。ワイド打ってやると。で、センターも、まあ、そうですね。まあ、打たないとバレちゃいますからね。たまに打つっていう感じですね。で、センターのサーブは多分ジョコビッチの方がエース取れますよね。そうですね。厳しいですよね、ジョコビッチの方が。非常にジョコビッチね、すごいですね。やっぱ年齢のいぶし銀で。あんまり力入ってないですね、サーブね。ですから打ち方としては多分ジョコビッチの方が疲れないと思いますね、サーブの打ち方で。アルカラスはすごいあれですね、力感があるパワフルな打ち方ですね。まあ、アルカラスは全く一般プレイヤーが真似できないフォームを打ってますね。でジョコビッチは対して非常にあれですよね、力が抜けてますよね。おそらくそんなにイメージとしたら 120% で打ってない感じですよね。 80% ぐらいで打ってちゃんとセンターにエース取れるようなイメージで打ってると思うんですよね。まあ、やっぱりそうですね、バランスの取れた感じですよね。まあ、こう書くと、丸書くともう六角形みたいな感じですよね。フォアとか。で、アルカラスはどっちかというともう攻撃型ですよね。そうですね、攻撃に特化しているという感じですね。で、アルカラスのすごいところはやっぱドロップショットですよね。ドロップショットうまいですよね。フォアで崩しておいて、大体この辺とかですね。この辺に相手がいると、ワイドのこの辺にいるとドロップ仕掛けてきますよね。まあ、ジョコビッチもそうですよね。やっぱこの辺で追い出してから、まあ、打ち合ってドロップっていう、バックのドロップっていうシーンが目立ちますよね、二人とも。さあ、この攻防ね、まあ、アルカラスのフォア次第だと思いますね、私ね。フォアハンドの出来次第で、だと思います。フォアハンドのミス目立つのはもちろんジョコビッチ、勝ちますと。で、アルカラスのフォアが火を吹けば、まあ、そうですね、アルカラス若さで持っていくと思います。二人ともあれですよね、攻守ともにバランスいいですからね、ドロップショットボレー。ね、もう僅差ですよね。最後どこで決めるか。総合力のジョコビッチか、パワーのアルカラスですね。さあ、どっちだと思いますか？私はですね、まあ見た限りは、アルカラス推しでいきたいと思います。はい、皆さんどう思いますか？まあ、無難な解説だと、まあジョコビッチがバランスいいんでね、多分ジョコビッチが総合的にやっぱりこの、グランドスラムっていうね、長い期間戦うには優れてますよね。すごいバランスの取れたプレイヤーですと。フォアもいいですしね、ジョコビッチ。決してあまり無理しないですよね、ジョコビッチは。じわじわと追い詰めると。で、大体ファーストを取られて、セカンドからぐんぐんギア上げてくるのがジョコビッチですよね。ですから、ファーストを取って、アルカラスが取っていくかどうかですよね。でも、まあ、マドリードはアルカラスと、ジョコビッチが取ったんですよね。で、その後負けてしまったと。でも、僅差ですけどね、この二人ね。非常に。で、今回は、あれですか、5セットマッチということですんで、もつれるか、持っていくかですね。おそらくね、私、アルカラス、ガンガン行くと思いますね、フォアで。ガンガン行くと思います。やっぱね、攻めると。コーチがね、やっぱあれですよね、何でしたっけ、フェルトだっけ昔あれですよね、イケメンの、こいつついてますよね。
そうですね、確か全仏取ったんじゃないですかね、なんかそのフォアハンドいい選手ですね、がコーチって、イケメンコーチって言ってました、ね、楽しみですね。はい、皆さんの意見をお聞かせください。私の予想はアルカラス、そして全仏優勝アルカラスというシナリオが、見えてますけども、まあこれはあくまで、ね、感想ですのでね、ぜひ皆さんのコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは緊急動画終了です。それでは、さようなら、アルカラス。